こんにちは、カメラマンの友野治です。試作現像液レポート第14回目となりました。今回紹介するのはマリックスフィルムマリックス100と MX25、 このコンビネーションです。 MX25 に関しては前回もお話しした通り、400の際には不向きと判断せざるを得ない結果となりましたけども、前回の200においてはとても素晴らしい結果を得ることができました。さらに今回紹介するマリックス100では ISO100 というフィルムの性格を生かして、さらに微粒子、シャープネスの高さ、そういった性格をどのように生かした現像液になったのか、ネガになったのか、それについても詳細にレポートしたいと思います。どうか今日の動画も最後までご覧になってみてください。改めましてカメラマンの友野治です。今回紹介する MX25、 この現像液は D-23 の波形モデルという位置づけになります。そうですね、位置づけには、確かにそういった波形モデルということなんですけども、その性格の違いはかなり大きなものがあると私は思っています。前回200の時に紹介をしておりますけども、確かにその僭越度、シャープレスというのがちょっと D-23 とは違うレベルにあると思います。レベルというよりはそうだな、その種をことにするというようなイメージでしょうか。全く違うものとは申しませんけども、かなり違うものであるというふうに私は認識しております。まずは濃度測定のレポートからです。それではグラフを表示いたします。これが今回のグラフとなります。前回の D-23 と比べると若干中間グレー層からハイライトにかけて、が持ち上がりました。ただですね、基本的なカーブはそんなには変わっていないと思います。でやっぱり同じようにシャドウがそれなりにしっかりと出ていて、あと違いがあるとすると、9とか10の値ゾーンのね、9とか10の値が少し高いなという感じはいたします。SG カーブを描いていて肌がそれなりに落ちていますので、ハイライト、本当のねハイライトのでは、やっぱり19なんてと比べればはるかに落ちますし、しっかりと抑えられるんじゃないかなと思います。シャドウから中間グレー層における描写というものはすごく一般的な範囲で収まっていると思いますので、かなり良好なコントラストが得られるんじゃないかということがここから読み取れると思います。ではスライドです。今回はですね、24度というちょっと高めの液温です。で12度という時間を設けました。なので、今になって思うとですね、20度で10分でも多分大丈夫じゃないかと思います。多分その方がもしかしたらハイライトが少し下がるんじゃないかなという気はします。もともと200の時にそれなりの現像時間を必要としましたので、で、あらかじめ24度という液温にしちゃったんですけども、蓋を開けてみたら大体12分ぐらいでもなんとかなったので、もしかしたら10分、20度にするんだら10分で、多分現像処理はできるんじゃないかなと思います。ゾーン8の値もですね、ワンストップの際なので、そんなに気にするほどじゃないと思います。23よりはしっかりとしたハイライトが期待できますよね。そうした意味でも23よりはコントラストが若干上がるんじゃないかなという気がいたします。ではこれらの結果を踏まえて、これからテスト撮影に出かけて撮影した際のネガ、これから公開したいと思います。まずは通してご覧になってみてください。こんな感じになりました。どうぞ。
さあ、いかがだったでしょう。そうだな、やっぱり今回に関してはちょっと比較をしてみないとその差異がわからないと思うんですね。でもいずれにしてもですね、やっぱりそのパッと見は素晴らしいものがあったと思うし、そのシャープネスの高さみたいなものはやっぱりハッとするようなものがありましたよね。まあ、では改めて個人的な感想と総評したいと思います。でその後に前回の200との比較をしていろいろな角度から検証してみたいと思います。でファーストインプレッションです。そうだな、やっぱりその僭越度かな、シャープネスの高さかな、それがもうすざましいですね。本当にパッと見た時、スキャンした画像を見た時というよりは現像が上がった時のネガですね、もうそれのなんかパリパリ感というものがすごくて、コントラストが高くてパリパリしてるんじゃなくて、もうシャープネスが高くてパリパリしてるという感じなんですね。それはなんかね、ロジナールで現像したネガのような感じですね。もちろんその性質は全然違って、やっぱり理屈としては、そうですね、やっぱり銀粒子を溶かしながらの得られたシャープネスなので、どうなのかな、でもやっぱり高いと思います。そういった意味では、いずれにしてもとにかくまず本当にそのパッと見の第一印象というのはもうそこしかなかったですね。で2つ目なんですけども、これは200との比較になるんですけども、おそらく200よりも多分シャープネスが高いんじゃないかなというふうに思います。もちろんこれはフィルムの特性もあるとは思うんですけども、ただその200というフィルムが T グレーン粒子、T グレーンのフィルムだということを考えても、そうだな、やっぱりこの100というフィルムの特性がすごく生かされてるんじゃないかなという感じはしました。そうだな、やっぱりちょっと被写体を選ばないとあまりにもちょっと綺麗すぎちゃってアナログ感がなくなるって感じしますね。で総評です。素晴らしいですね。で、さっきも言ったんですけども、そうだな、やっぱりある程度の被写体を選ぶ必要あると思います。で例えばそうだな、やっぱりすごくパンフォーカス、広角レンズなんてでパンフォーカスをしてもう絞り込んで、なんかもうしっかりとした風景写真であるとか、あるいは建築物であるとか、なんかそうしたね、本当に細かいところまでがはっきりと描写できるような、描写が欲しいようなジャンル、被写体にはすごく向いてると思います。では比較をしてみたいと思います。でこのフィルム、この現像機に関しては400の作例がなかったので、前回の200との比較でしかないです。なのでもう2カットしかないんですけども、でも比較をしてみたいと思います。まずはこの写真です。毎回同じカットですね。美容院のブルーです。いかがでしょう。そうだな、僭越度というかパッと見というか、それは本当にもう100は素晴らしいですね。やっぱり200も多分これだけ見せればそれなりの高さがあるはずなんですけども、比較しちゃうとなんかさらに100の方が高いように思いますね。でそうだな、やっぱり100の方が少しハイライト、中間部からハイライトにかけての出が高かったので、その分やっぱり高くなったかなって感じはします。そうですね、やっぱりシャドウ、そうだな、シャドウもうちょっと欲しいような気がしますけども、それは露出のコントロールじゃできないかな。そんな感じかな。ちょっと難しいですけども、やっぱりこの特筆すべきは解像度、シャープネスですよね。やっぱりこれは何とかしてうまく活かして、そうだな、コントラストに関しては私はこれぐらいでもいいんじゃないかなと思うけど、もうちょっとシャドウが欲しいかなというのが本音かな。では次のカットです。はい、これもいつも出してくる、あるお寺の山門です。どっちとも甲乙はつけがたいですね。でもやっぱりこうやって見ちゃうと100の方が全然パリパリ感が高いですね。なんかもうシャキッとしてますね。でこれはいつも基本的にはもう絞りは4なんですね。で、使ってるレンズは開放値 1.4 の 50mm レンズなんですけども、なのでそうだな、パフォーマンスとしてはかなりいいところに出てくる、2絞り3絞りぐらいしちゃっていいところに出てくる絞り値だと思うんですけども、本当にさっきも言ったんですけども、200の写真をこれだけ見せられたら多分結構これもハッとする写真だと思うんですよ。でもね、やっぱりこうやって比較しちゃうと、その特に屋根のハイライトが生かされながら、その何て言うんでしょうかね、
僭越度かな、やっぱり一本一本のキレがいいですね、それとあと向こうに見える景色の、なんだろう、向こうに見える、遠くに見える、その囲ってるね木々が覆ってますけども、その木々のもうこのサイズだと分かんないんだけど、でも一本一本の枝までもがちゃんとしっかりとディテールが保たれてるなって感じもします。で全体的にもそんなにシャドウが潰れてるわけでもないし、まあ、確かにね200と比べちゃうとちょっとシャドウが潰れちゃってるかなって感じはしますけども、まあ、それでも十分なレベルだと思います。おそらくこのネガだったらプリントするのもそんなに苦労はないんじゃないかなと思っております。そうですね、なんか200もすごかったけど100もさらにすごいなって感じします。さあいかがだったでしょう。面白かったですね。でなんかあんまり見たことないような本当にすごいシャープネスの高さと解像度の高さというものがあって、そうだな、やっぱり使いようですね、この現像液に関しては、この現像液とこのフィルムのコンビネーションに関しては、これはなんかやっぱりシャッターを選んだ方がいいんじゃないかなという気はします。基本的に私は嫌いじゃないです、嫌いじゃないけど、ただ私の中にあるイメージとしてはちょっとかけ離れてるかなという感じはします。なのですぐにこの組み合わせをやるかといったら、さっきも言ったんですけども、その実験のレベルでしたらやってみたいです。ただその結果がどうなるか分かんないので今のところは何とも言えないんですけども、まあ、そこでもし面白い結果が出ればね、表現としての選択肢が一つ増えるということになりますけども、やっぱりそうだな、もう頭の中ではなんかやっぱり建築物だとか本当に風景だとか、まあ、そうしたものがなんかイメージできちゃいますね本当に。まあ、そういうものをうまく活かせば本当に細かいところまでがね本当に鮮明に描写される組み合わせだと思うので、なんかそういったね写真をテーマにされている方いらっしゃったら、ぜひともやってみていただきたいなというふうに思います。特にこれがブローニーフィルムだったらどうなるのか、さらにね本当に上がりますからね、解像度が上がりますからね、ちょっと恐ろしいことになりそうですね。もうそれも楽しみですね。個人的にもやってみたいと思いますね。次回はですね、MXA19 です。この現像液に関しては、まあそうですね、今までやってきたものとは違う、また個性がある現像液ですので、非常に興味がありました。で、結果としても、まあ面白かったと思いますし、やっぱりそこはね、もうフィルムの性格を掴んだ上で、選択すると非常に面白い結果が得られますから、そうだな、やっぱり個人的にはポートレートかなに使ってみてどんなになるかなというのが非常に楽しみですね。まあ、実際にまだやったことがないので分かんないんですけども、まだまあテスト撮影の結果を受けて、まあなんかさらにその興味がね広がったっていう感じです。まあそういうところについてもレポートをしたいと思っておりますので、そちらの方もぜひお楽しみにしていてください。はい、それではまた次回お会いすることにいたしましょう。カメラマンの泊丸修でした。